皆様、こんにちは。文部科学省の社会教育振興総括官をしております根本と申します。本日の公民館セミナーで講演というふうなことでお時間をいただきましてありがとうございます。今日のタイトルは、文部科学省の公民館をめぐる動きというふうなことで、45分ですかね、時間をいただいておりますので、この中で説明をさせていただきます。まずはじめに、社会全体の変化の様子につきましてご説明をさせていただきます。 皆様いろんなところでお聞きになられていると思いますが大体2040年頃の社会がどうなっているかといいますと一つはソサイティ5.0、まあ、非常にこう AI とかですねデジタルとリアルがこう融合するようなそういうそのバーチャルな世界が生まれてくるんじゃないかと言われていますで二つ目はもうこれ言われて間もないんですあの数年経っておりますけども人生100年時代との到来というふうなことで 日本の場合2007年生まれの子どもたちが、まあ、100歳を超えて人生を楽しむというのがですね大体5割を超えるのが2007年の子どもたちが5割を超えるというふうに言われていますでさらに100歳を超えて107歳ぐらいまで生きるのではないかと言われておりますがこれはあの他の欧米とかですねいろんな諸外国と比べても断トツに多い状況になっています。 そうしますと、私たちは今まで、えー、まあ生まれて教育を受けて仕事をして働いてでその後、まあ、あの余暇を過ごすという,、まあ、こう簡単に言いますと3つのステージで生活をしてきておりましたがこれが、えー、と勉強したり働いたりでまたもう一回大学等に戻ったりというこういうことをいくつか繰り返していきながらというそういうマルチなステージに変わるというようなことも言われています。さらにグローバル化とというふうなことで、 まあ、あの日本に今来ております在留外国人の方、あのコロナの関係で若干今、減っておりますが、平成30年ぐらいですと、247万人というふうなことで、非常に多くの方々が日本に来られています。で日本はあの少子高齢化、まあ、人口減少というようなこともあって、まあ、労働力が今後、不足するんではないかと言われておりますから、まあ、そういうことと合わせますと、このグローバル化の波というのは、一層推進するのではないかというふうに思っております。 えっと続いてあのソサエティ5.0の社会についてちょっと簡単に触れさせていただきたいと思います。図の外側にありますのがこれまでの社会というふうなことで、例えば、えー、少子高齢化とか地方の加速化が進みますと流通がえー、十分に進まないというようなことがあったり、でさらにそのえっ、ー、と右手の下の方にに来ますとあの非常にこう重たい荷物を持ったりするというようなことに高齢者とか障害者の人たちが なかなか関われなくて、まあ、制約が生じてくるとか、まあ、いろんなこう不都合がありますけどもこれをまあ AI とかですね ICT の力を借りて解決していこうというのがソサティの社会とというふうなことです例えばあの今私たちは普通にえっと、効果とお札を使ってますけどもこれがそのビットコインという,ようないうような仮想通貨ですかね。 ああいうふうなものののに変わってくるももも一つの例かもしれませんもう一つ人生100年時代の話これは先ほど申し上げましたのでこの辺のところで割愛させていただきますさらにその持続可能な計画目標 SDGs2030 年を目標にここにありますような17のターゲットを作りそれぞれに向かっての目標値を定めているというようなことですがこういうふうな形で私たちが誰でもが取り残されることなく 住みやすい社会また住みやすい地域を作っていくとこういうことが目標としてされていますさらに今回のその新型コロナウイルス感染症ここに関わりますと図のようにございますようにいろんな変化が生まれてきておりましたあの一番ひどい時には一斉休業とか、まあ、学校のんかもですね一斉休校というふうな形で日本中が機能停止に陥っているとそういうようなことがあったりしましたまた一方ではそのテレワークが導入されてきたり いうこととかデジタルトランスメーションフォーメーションこれらのが進んできたりとか学校もですね急激にギガスクールというようなことが進んでいるというようなことで社会には負の部分があってそこから立ち上がるためのいろんなこう手段方法が新しく生み出されてきているというようなこともございますこのデジタル化の流れでいきますとこれはあのものづくり産業におきますデジタル化人材の確保というようなことなんですがどういう人 たちがそのデジタル化を向けてその知識なりをえっと習得しなければいけないかというようなことを複数の場合に分けてえ調査したものです例えばえ経営のトップの方々とかえその人たちはその専門性の高い人たちで右側のところには一般の人たち、まあ、こういうふうな形がございますけれどもいずれにしてもですね 何らかの形で I C T スキルを身につけていくことが重要になってくるというふうなことで、私たちの住んでいる生活その場自体がですねデジタル化に大きく変容してくるというふうなことでございます。まあこういうふうな形になってきたときに、じゃあその社会教育の方向性とか新しい視点というのはどういうふうに考えたらいいんだろうというふうなことについて次に説明させていただきたいと思います。えまず最初に平成三十年の十二月に出されました。 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について、宗教信徒信でございますけれども、ここの中にも、社会地域における社会教育の意義と役割果たすべき役割というふうなことで、社会教育を基盤とした人づくり、つながりづくり、地域づくりというふうな形が挙げられております。ここの上の上上段にございますが まず人づくり、ここは公民館等、まあ、いろんな場での学びですね学習機会などそういうところを指しています。でさらにそこでできました人同士のつながりっていうのを、まあ、右手の方のつながりづくりということにこう移していこうと、まあ、要はネットワークを作っていってじゃあそこで生まれますのがじゃあ自分たちの住んでる地域をどうしての で今、何が課題なのかとか、そういうものをどうやって解決していこうかとかいうようなことを、皆さんで知恵を出し合ってで、実際にそれを実行していく、これが地域づくりになると思いますけれども、このような形の学びと活動を好循環させるような、こういう形で自分たちの住んでいる、まあ、ミニマムな世界をしっかりと住みやすい地域に変えていくという、こういうことの役割が、 社会教育の中で重要になってくるのではないかというふうに言われておりますまあ、そのためのま大きな方策というふうなことのが3つの下のとこに挙げられておりますけれども一つは住民の主体的な参加というふうなことですやっぱりその誰かが変えてくれるだろうというふうに思っているときにはなかなか変わっていかないものですし まあそこに不平不平満というのが大きくく生ままれれてくるかもしれませんただ自分がその当事者になっていくというふうなことになりますとやはりそこにいろんな自分たちの思いや求める変化を加えていきますのでこういうふうな形でなりますとそこの地域に愛着も感じてくるというようなことになるのでその主体的な参加というようなことが大事になってくるということでございます。2つ目がネットワークまた行政の実質化 後ほどちょっと説明いたしますが公民館が最初にできた頃は、まあ、いわゆる文部省ですねあの時はその私たちの,その、えー、と社会に出ている、まあ、学校教育に関わっていない人たちの学びの場として公民館というのが非常にこうあの幅広い分野にわたってありました今その各省庁ができてきたり地方の行政でもいろんなその部署ができてくることによりまして 専門的な課題それを解決するための、まあ、課題解決型の行政組織というのがいろいろできてきておりますけれども実際私たちがそこに住む一人の住民として思いますとここの部分についてはこの行政ここの部分についてはこの行政というふうな形で分かれているのは非常にこう住みにくいかなというふうに思ったりします、まあ、そういう時にそれをこう横串でつなげるようなそういう行政組織も重要ではないかなというふうに思っています あの公民館もこういうそこのですね一つの役割があるのではないかと思います。もう一つはそういう人たちをこうつなぐ役割として社会教育士というような形でですねま社会教育主持の資格を持っているような人たちこういう人たちの活躍の場を広げていこうというようなことがあの挙げられておりました。で、もう一つこの第2部のところには今後の社会教育施設の在り方というようなことでございましてここはあの。 社会教育施設の中でも特に公民館につきましては、地域の学習拠点としての役割、まあ、これ従来型の役割でございますけれども、それに加えまして、地域コミュニティの維持と持続的な発展を支援するセンター的な役割、また、地域の防災拠点としての役割というふうなことが挙げられているところでございます。 さらにこのあと第10期の中央教育審議会区分科会におきまして議論の整理というふうなことでまとめられたペーパーがございますけれども、まあ、ここの中でも、えー、サブタイトルが、えー「多様な主体の共同と ICT の活用で、えー、つながる障害学習社会教育」で「命を守り誰一人として取り残さないための社会の実現へ」というふうなことでございます。ここのの中で、まあ、社会教育障害学習の 現状と課題というようなことの中では先ほど申し上げましたような人生100年時代の到来と障害学習社会教育の話とか「Society5.0」の話のほかに社会的包摂の実現というふうなことでさまざまな理由で困難を抱えている人たちの知識とか技能を習得するための機会の充実というふうなことが挙げられました。さらにその地域活性化の推進とということで 地域における豊かな学びを推進するためには多様な主体が連携して学び合うことが重要であるというようなことさらに加えて子どもとか若者の地域参加が大事だというようなこと、まあ、多世代交流などについても触れているところです。でこういうところで学びのイメージの姿というふうな形でここに掲載させていただきましたようなポンチェーございますけれども上のところは学びの活動の例ということで まあ命を守る障害学習社会教育のポイントということで、まあ、自然災害から守ること社会的包摂から守ることデジタルデバイドからの,あの、えー、とでデジタルデバイドに陥っている方々の学びを守ることまた子どもとか若者の地域参加を進めることというふうなことがございますが、まあ、いずれにしても大事なことは社会教育主事とか公民館主事社会教育士 こういうい学びの活動をコーディネートする人たちがいろんな人たちまたはそのいろんな機関大学とかですねえと行政とか PTA とか専門学校とか学校とか NPO とかこういうこ方々をこうつなぐようなそういう役割を果たしていただいてでさらに今まではその必ず公民館とかですね社会教育施設に来て対面型でスクール型形式で学ぶというようなことが一般的でしたけども これと ICT を組み合わせることによって ICT で学ぶ部分と対面で学ぶ部分これのベストミックスというのをどういうふうに作り上げていくかというようなことをこれ後はいろんな教育の機会の中で重要な役割を達しているというようなことが触れられらています。続きましてこれは皆様方にはもう耳にたこのような状況かとは思いますけれども公民館の変遷とこれからの役割というようなことで今まで申し上げたようなことを簡単にまとめてみました。 あの社会教育法の中に公民館の目的第20条にございますがこの中には実際生活に即する教育学術および文化に関する各種の事業を行いもって住民の教養の向上健康の増進上層の順化を図り生活文化の振興社会福祉の増進に寄与することを目的とするということでこ非常に幅広い分野の内容が書かれています。 でさらにその公民館の設置運営というふうなことで、えー、と社会教育法ができる前、えー、と昭和の21年に文部次官の通知がございますこういう中で公民館の機能としましては社会,、えー、と社会教育の機関であるというふうなことはもちろんですけどもそれ以外にも社会娯楽としての機関とか町村自治振興の機関であるとか産業振興の機関とか 新しい時代に即すべき青年の育成のための機関であるというふうにそういう目的がいろいろございました国の奨励とか補助またを受けまして公民館とか公民館の職員の方々の整備充実が図られてきておりましたその一方ですね昭和の後期になりますと地方文献とか地方自治の推進というふうな観点から公民館にかかります予算の一般財源化というのが進められてきております、まあ、こういうい中で国の補助 というふうな形でこう一定の国からの推進方策が変から地方に変わったことによりまして、ま公民関数の減少とか主催事業の減少、さらにその利用者の固定化などが課題として言われてきている,いるところでございます。まあ、こういう中で、であと先ほど申し上げましたようなこういろんなその社会背景を踏まえて。 じゃあ今後公民館というのはどういうふいになっていくべきなのかというようなことについてまとめられましたのが先ほどの中教審の答申と文化会の議論の整理の中にございました。これらをこうまとめたのをま次のこの一票になっております。この中でその公民館の目標といたしましては公民館が培ってきました今まで地域との関係性を活かしながらま地域の実態に応じた学習さらに活動を結びつけて 地域づくりにつなげる新しい地域の拠点施設ということがあの大きな目標として掲げられております。まあ、当然その住民参加の中での議論とか、まあ、主体性みたいな話ですねそういうふうなこととかですねあとはその地域コミュニティの活性化のための役割というふうなことで、まあ、地域課題を解決するあの学校教育の中,の中だと課題解決型とか教育とかって言ったりしますけども まあプロジェクトベーストラーニングみたいなそういうことも公民館の中では必要ではないかというようなことでさらにその学んだものを実際の活動につなげていくここが大きなポイントだと思いますけどもあの日本はこう総じてですね人口減少になって高齢化になっていくで地域のがあのなかなかこう活性化しないんではないかなっていうふうなあの懸念もある一方で 今までそのじゃあ地域づくりに参加してきた人たちの割合をですねそれを増やすことによってそれを活性化が進むのではないかというふうにも思いますやっぱりいろんな人たちが当事者となって活躍するそれがあの地域の活性化あの活力にもつながっていくと思いますのでそういうことのネットワーク化を図るような役割をぜひ公民館の皆様方になっていただければなというふうに思います、まあ、そういう中で地域の防災の拠点とか またその学校教育との関係のところさらにその中山間地域におけます小さな拠点としての,の役割とか今あの全国に五千数百の,あの,あの組織があるというふうに聞いておりますが地域運営組織というような形、まあ、こういうところの、えー、中核的な役割としてもあるかと思っておりますさらにその地域法の課題といいますと外国人の問題とか障害者の問題とか あとはその高齢者とかを中心としましたデジタルデバイドの問題とかですねあとはあのコロナの中で大きく社会制度が変わってきておりましたこういうその社会制度などについてよく知ってで必要な申請を円滑にできるようにすることこういうのもこうすごくや大事な役割だと思いますここはなかなかその制度は国も作ったりするんですけどもそれを あの教示できる人たち一人一人までいかに伝えるかということが大事な役割だと思いますので、あの公民館の原点だと思いますがこういうところにも力を入れていただければなと思います。さらに最近ではその学び直しというようなことが非常に重要視されてきております。これはあの都市の一都会の一部の人たちだけというようなことではなくて、先ほどのそのえっ、ー、とデジタル化みたいな話は。 もう世界えー、と日本中どこでもだというふうなことでございますので、まあ、地方においてもこのデジタル化の、えー、に関わります教育とかっていうのはしっかり進めていただきたいなと思います、えー、とじゃあ続いて今の話の流れで ICT の活用とかデジタルデバイドの解消ということについて少し触れさせていただきますこれもあの中教審の、えーと第,えー、と第10期の議論の整理の中からでございますけれども まあ課題といたしましてはソサイティ5.0に向けました、えー、障害学習社会教育をいかに進めていくかで、えー、とこれはその ICT 機器を利用できる人とできない人との格差いわゆるデジタルデバイトの解消というふうなことでございますでまあこ,ういうこれをどうやって解消していくかというようなことでございますけれどもで今度の新しい時代の学びの在り方これはあの先ほども言いましたように いわゆるその知識をインプットするだけの学びっていうところから今自分たちが置かれている状況に課題疑問を持ってそれを見つけて考えを整理して他の人たちとそれを共有して解決するための方策について発信をしたり実際の行動を起こしていったりとそういうことをが今求められています。そ、まあ、そういういとところからです、ね、えー、とまずそののの、中でのそのツールとしての デジタル化というのは非常に重要な役割になっていくると思いますのでまず例えばその高齢者の方々とかっていうようなことであれば今総務省が ICT 支援員というような形でそういうデジタルデバイスを解消するための講座なんかを開いたりしてますしあとはそのいろんなスマートフォンなどを売っておりますですね電信関係の会社の方々もそういうことに取り組んでいたりしてます。 でこれをそのやるのに一番大事なのは場所かなというふうな気がしますけどもそれをその公民館を使って活用してもらうというような形ではいかがでしょうかあの、まあ、そうすることによりまして公民館職員の方々がこう非常にこう、えー、と細かい内容まで知らなくてもです、ね、専門の方々がそこで住民の方々に対して必要な知識などを提供してくることができるというふうに考えています。 でさらにこれが進んでいきますともう少しこう大学の授業のようなものを聞いてみたい見てみたいとかっていうようなことになりますとあの放送大学との連携とかあとは MOOC というです、ね、大学の授業を無料のオンラインで配信したりするっていうような仕組みもございます。でこういうのも個人で見たりできますしあとはその、えー、と公民館の中でですね大スクリーンでそんなのを見るということでそこでこう必要な知識はえっ、ー、と オンラインで習得を身につけて、でそれをいかにこう自分たちの地域に生かしていくか、ここについては皆さんで本当に議論をしていただく、まあ熟議をしていただいて、自分たちの街をいかにこう住み良くしていくかということをそこで考えてはどうかなというふうに思ったりしています。で、またあのデジタル田園都市国家構想というなのは皆さんあのお聞きを呼びかと思いますけれども、本当にこれはあの 5G まあデジタル化の第5世代ですかねこういうふうな形で非常に多くの情報量が瞬時にして離れたところにも提供することができるようになったりするというようなことで今、えー、と日本ではですねだいたい2023年ぐらいまでに全人口のカバー率を9割ぐらいまでに引き上げようというふうなことでその整備を進めているところです。9割といますと本当に まあ主要都市はもちろんですけどもほとんどの市町村の中にもですねそうするとまあ動画なんかもこうもっとサクサク見れるようになったり検索もスムーズにできたりするようになるとですねいろんなその、えー、と知識に関します教材コンテンツがあの、まあ、電波を通していろんなところにこう世の中にですね提供されている。 これをいかに選択をして、えー、個人の学びにつなげていくかってのことがすごく大事になってくるのかなというふうに思います。まあ、そういう中でまあ、私たちはあのこのグラフにもあります。まこの表にもありますように。誰一人取り残さないための取り組みというふうなことが重要になってきます。まあ、こういうところの一端を公民館の皆様もぜひになっていただいて、まあ,あのこれはあの行政を中心に進めていくことになると思いますので。 アンテナを高くしていただいてですね市町村の取り組みの中にですね公民館もしっかり位置づけて進めていただければなというふうに思います公民館の ICT 化の状況でございますけれどもあの実は公民館の ICT の状況というのは非常に低くてです、ね、例えばその無線 n の整備でいきますと29.7%という低い状況ですしあとはそのデジタルデバイトの現,現状でございますけれども これは皆さんの予測のようにですね年齢が高くなるとそのデバイドの関係が出てきてしまっているというふうな形でございます。でさらにその行政手続きのオンライン化につきましてはそういうことを知らなかったとか使おうと思っても複雑で使いづらいというふうな方々これがそれぞれ 29%23% というふうな形でまだまだ多い状況にあります。こういうところの解消というのが大きな役割かと思います。 次がです、ね、その実際にやっておりますのが、福岡市の公民館、ここはあの複数の公民館ですけれども、今年度中にその公民館の w i f i を全部の間に整備をするというふうなこと、でさらに w i f i を使いまして、まあ、市民活動、市民に対しますその w i f i 講座みたいなのを開いていくというふうな事例も挙がっております。 まあ、w i f i を導入したり、YouTube チャンネルを開設したということ,と,いうことで、えー、富田林公民館の事例なんかも載せさせていただきました。ここはあの単純に w i f i を用意するだけじゃなくて、えー、公民館としての YouTube チャンネルを開設したりで、その中で公民館の祭りのような壁画プロジェクトをなんかやられているようでございますけれども、まあ、こういうことなんかも動画で紹介をするというような、そういうプログラムも行っているようでございます。 えっと続いて社会的包摂の実現というふうなことであの話をさせていただきたいと思います。まあ、社会的包摂の実現、ここにつきましても、えっ、ー、と中共新党新とか文化会の整理の中で、ここにあのここにございますように。例えば、そのあらゆる地域え、中期住民の社会的包括の企業にするための視点ということが。 社会教育施設に求められておりまたその生きづらさを抱える人々を受け止めましてさらに学びを通じて社会につなげる場としての役割が社会教育施設にはあるんだというふうなことでさらに第10期になりますとそういう人たちが知識や技能を習得する機会とはもちろんですがさらにその社会とのつながりを持つことができる場とか得意なことで力を発揮できる場を作ったりとかさらにその将来のキャリアにつなげるような機会 まあこういうことも重要であるということ、さらに、困難の状況に応じましては、アウトリーチ型の取り組みというようなことも非常に重要になってきているというふうなことが挙げられております。あの皆様の公民館の中でも非常にいろんな取り組みが進められておりますが、えっと、ここではいくつかの事例を簡単に紹介させていただきます。 まずあの、国立市の公民館でございますけれどもこちらはその障害者と健常者の方々これがその交流する場所というのを公民館の中にです、ねまあ、日常的に設けているというふうな状況でございます私も先日ここにあの視察に行かさせていただきましたけれども非常にその、えー、と障害者の人たちが元気に明るく、えー、と公民館に来るのを楽しみにしていました。 またそこでその一緒に交流をしていただいている健常者の方々についても自分たちの日常生活では見えなかった視点というのを彼らとの交流を通じて感じることができてだからその自分たちの町づくり公民館づくりをする時の一つのですね考えのを広げるというそういうふうなことにも十分つながっているとそんなことを話されておりました。 で、あとは蕨市の公民館ですが、こちらはその外国人親子の、まあ、居場所づくりというふうな形で。もう、あの、平成二十七年の時の有料公民館表彰を受けられておりますけれども。まあ、非常に、こう、長きにわたってですね、充実した取り組みをしていただいております。また、これは、あの、えっ、ー、と、千葉県の家庭教育支援チーム、これは。あの、家庭教育支援チームというのは。あの、家庭教育、まあ、保護者の方とかですね、あの、子育てをた、あの。 まあの経験をされている人とか学校の先生を退職された方とか、まあ、そういう人たちが集まりまして、まあ、あの子育て中の方々のいろんな悩みとかですね相談に応じているというようなものでございますけれどもこういうことをあの進めているというような団体もございました、まあ、この中でもその特に公民館にその臨床心理士の資格を持,った持たれているそのカウンセラーを配置したりするというふうなこととかまたはその 電話相談などの場を作っていたり必要に応じましては家庭訪問なんかもするというふうなことで行政という行政と個人というふうなことよりかもう少しこう緩やかな人のつながりというようなことを大事にしている取り組みでございましたで家庭教育支援チームこれちょっと時間の関係で割愛させていただきます次に多様な主体との連携・共同地域と学校の共同体制というふうなことについて説明させていただきます 今私たちにはそのコミュニティスクールというふうなことと地域学校共同本部共同活動というようなものをこうつないでですね学校にいます子どもたちの人材育成なり成長を支援しようという仕組みがございます。コミュニティスクールと申しますのは学校の中の、まあ、学校の運営の在り方とかですねあのその基本的な方針とか またあの人事に関するようなことの提言をしていただいたりとかっていうようなことをとかあと子どもたち自分のたちの地域にいる子どもたちをどういうふうに育てていくかっていうことを学校と地域の人たちが一緒になって考えて自分たちの町にはこういうあの子どもたちを育てないたいな作りたいなっていうようなことを共通の理解をした上でそれに必要ないろんなその授業のカリキュラムとか あとはいろんなこうの活動なんかをするとうそういうことを中心に企画を中心にやっているところでございます。でさらに、えー、とこの右図の,右図のところに地域学校共同本部これはあの地域の方々がいろいろ持たれているその特技とかですね特徴とかあとはその子どもたちを応援したいというふうなそういう気持ちなどを持っていただいてそれをその学校の授業とかあとはその放課後の活動とか またはその登下校の安全安心の見守りとかというようなことをやっていただきますがこういうのをこう総合的につなげるようなそういう仕組みを作っておりますこれは今あの今年の調査で大体全国の小中学校の33%ぐらいですかねにあの広がっているというような状況でございますまあこれの類似の状況を合わせますともう少し5割近くまでいくのかなと思いますけどもこういう活動を進めています でこのコミュニティスクールというのが,なのがございますけれども、まあ、こういう中にはここにもございますようにこういろんなその地域の関係の方々とかが入ってきていただいてますあの皆様公民館の館長様の中にもですねこういうところに関わっていらっしゃる方もいらおありかと思いますけれども、まあ、地域全体で子どもを育てるというふうな観点の中から皆様のご知見なども是非ここに使っていただきたいなとも思います。でさらに、えーと 地域学校共同本部、これは活動を進めるというようなことでございますけれども、こちらにも実際には公民館の方々も関わっていただいているとは思ったりしますが、場所として公民館を使っていただくということも非常に重要かと思います。あの公民館がともすれば一定のあの年齢層のまた特定の方々にこう集中しがちでございますけれども、実際は あの公民館のもともとの設立の話からいきますとこう地域づくりとかっていうの非常に重要なポイントですのでまあ世代間の交流とかあの若い人たちの参画というのも非常に大事だと思いますのでまあこういうことを通じてあの子どもたちが公民館にも来ていただけるようなそういうプログラムを作っていただければなとも思いますしでまあそうしますと自分たちの,その子どもたちの姿というのが大人の目から見てもですねよりその間近なところになって変わってきますので。 あの子どもたちをじゃあどう育てていこうかとかどう関わっていこうかみたいなのがですねあの高齢者の方々にもこう広まってくるんではないかなと思っていますそうしますと町全体がその住みやすい町にというふうに変わってくるというふうにも思ったりしているところでございます、えー、とまたこのコミュニティスクールの在り方については今あのちょうど5年が過ぎましたので在り方全体の見直しを図っています ここについては3月ぐらいにはですね全体の,あの報告書が出ると思いますのでその時にはまた改めてご紹介させていただきます、えー、と関係の予算とかというふうなことでこれあの私どもの事業の中だけ非常に多くの事業大体69億円ぐらいを今用意させていただいております、えー、最後に学びをコーディネートする人材の育成ということで社会教育士の制度につきまして簡単に触れさせていただきます 社会教育士といいますのは先ほどの求児等身の特異に出てきておりまして、まあ、教育の専門的職員であります社会教育指示主事になるための講習またはその大学等の養成課程の修了者に与えられます称号でございます。ご存知のように社会教育指示っていうのは教育委員会の事務局に置くこととされているものでございましてそれ以外のところでは社会教育指示という言葉はあの基本的にはあの えっと任命という名前で任命されるというようなことはないというふうな状況になっています。まあここをですて、ね、もう少しそのえっ、ー、と広めていこうというようなことで社会教育主事と同じような、まあ、の講習なりを受けて必要な知識なりをこう身につけていらっしゃる方々この方方々については個人があの呼びます称号として社会教育士を名乗れるというふうな形でえっ、ー、と制度改正をいたしました。まあ社会教育士っていうのは まあ色とかも形とかも違う人と人またその組織と組織これをこういろんな形でですね結びつける役割というのが非常に大きな役割かなというふうに思っておりますあの今皆さんも見ていただくところにその社会教育士のロゴなんかもありますがこういうふうな形でロゴも作ったりして普及に努めていますじゃあ社会教育士の,の特徴って何っていうふうなことになりますと先ほどの講習等で得ました知識の中に特にですね コーディネートの能力とか、ファシリテーションの能力、またプレゼンテーションの能力。まあ、こういうものを身につけていらっしゃる方、というような形で、あの、言われております。あの、この社会教育行政をいろいろやってますと。人たらしみたいなことを時々聞きます。社会教育やってる人たちって、みんな人たらしだよねって。非常にこう、私を褒める言葉だと思って、聞いておりますが。こういう、その、人と人とつなげるような。 人と一つをこう接着させるようなそういう役割、まあ、それのために必要な能力かなというふうに思っています、まあ、これは、まあ、ですから、えー、と社,会社会教育行政っていうのはもちろんありますけども私たちの日常生活の中で見ても同じようなことが言えるのかなと思いますいろんなその、まあ、教,育教育部局じゃない他の部局もそうですし私たちが普段集まっておりますいろんなそのグループとかもそうだと思いますし 会社という組織でもそうだと思います。こういうところにこう幅広く広がっていっていただければなと思っています。で社会教育士になるための、まあ、資格っていうかですね科目等がこのような形でございます。あのえっ、ー、と養成講習であればですね大体20日間ぐらいであの全国でやっておりますので。あの 機会がありましたら、ぜひあの皆様方の参加、またはその皆様方の公民館の職員の方々の参加をお願いしたいなと思っています。で、今まではずっとその対面でというようなことでしたが、今年度から基本あのできるだけですね。あの、オンラインなんかも使いながらできるような形で進めています。まあ、こういう中で、その社会教育指示の資格を持った。荒れような方がどんなところで活躍しているかっていう話。 えともうこれは皆さんよくご存知かと思いますが那覇市の若狭公民館ですね宮城館長の下とで、まあ、いろんなそのアイデアを出し合いながらまさにその地域の人と人をつなぐという役割をして本当にですねいろんな活動をされています宮城館長とは前に話をした時彼あの館長おっしゃってましたけどもあの自分がこの全部のスキルを持っているわけではなくてそういう専門的なスキルを持っている人と困っている人を 結びつけるっていう役割が私の仕事だと思ってますというようなことをおっしゃられてました。まあさらにそういうところがあのすごく大事なポイントかなと思っております。で、これは社会教育士のま活躍される部分ということで、ま地方創生の部分とか、あとは公民館の支持の方とか、地域学校共同活動推進員の人とか、まいろんな方々に使っていただけるかなと思います。もう少し中身を知りたいというようなことがございましたら。 文科省の方にその特設サイトとかもございますのでぜひご覧いただければと思いますあそうそうあの今年あ、昨年のです、ね、8月19日に、えーと、俳優、女優さんでタレントでもあります村井美樹さんという方を、社会教育士応援大使という形で任命させていただきました。彼女はあの大学の時に社会教育主義の資格を取りまして、まあ、その後、実際にその、成、えー、りわとして選びましたのは、えー 女,はい、女優業というようなことでございますけれどもあの今子ども子育てをする中でもこの公民館をよく使っているとおっしゃられたりとかですねこの間もある対談の時の様子を聞きましたけれども非常にですね社会教育に造詣が深いなというふうに思いました皆様方の館の中でも是非こ,この人と話をしてみたいとかこの方を通じてまちづくりにこう貢献してみたいとかっていうことがございましたらあのお呼びいただいてはいかがかなというふうに思っております またあのテレビの番組ではよくあの鉄道の関係のです、ね、番組に出られているようでございました。で、えー、と最後に、えー、と学びメールマガジンについてあのとご紹介させていただきます。ここに QR コードがございますが、まあ、障害学習とかに関しますさまざまな情報がこちらから提供されております。ぜひの皆様をも,もう一度いただきましてあの仕事のまたはその皆様の趣味の拡大というふうな形に使っていただければなというふうに思っているところでございます。 私からは以上でございます。本当に今日は長時間にわたりまして、ご清聴ありがとうございました。あの、この他にこのパワーポイントの後ろの方にはですね、少し参考のとなるかと思いまして、資料をいくつか入れさせていただいております。また、後ほどでもですね、ちょっとご覧いただければと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。